山本由伸さん、6回1失点被安打7で、勝ち投手に。最後なんとか耐えた。今週の日本人先発、総先発は回避できたな。山本いないと普通に、ドジャースの先発厳しい仕様、やってるわ。何とか今シーズンは、防御率3点台前半力を、言えば2点台に乗せて終わりたいな。山本でも被打率高いな。ホイップイッツやこいつ、毎回ギリギリでイライラするわ。上振れで抑えてるだけやろ。山本はなんだかんだ言っても、大きく崩れることは滅多にないという安心感はあるよね。だいたいダルビッシュと山本が NPB 時代は似たような成績だから、山本も10年きっちり稼働して、防御率 3.5 ぐらいなら上出来。山本フォーシームはメジャー来て、一番良かったなボールが馴染んでくれば、日本で見たく圧倒するやろ。次のヤンキース戦はまさか、回避しないよな？